はい、どうも、こんにちは、ホルスです。はい、ケイトクです。浜松です。今回はですね、グラディウスやっていきたいと思うんですそうけですど、ね、なんかホルスがやたらとやりたかったっていう、ホルスなんの熱いグラ子ディウ供スのとして。頃、親父にやらされてはいないんだけど、親父に貸してもらってやってましたね。スーファミ時代です。思い出のゲームですね。じゃあ、まあ、一人プレイでやっやってみみまますか。す。ただね、これね、マジ難しいんですよ。ちょっと、グラディウスさっき収録前にちょっと練習遊というんか、でました。一人でやってましたけど、割と早めにしてみて。要はこの、なんか、相手に触れると死んでしまうシューティングゲームであるんですけど。まあ、普通のシューティングはそうだよね。大体そうだよね。まあ、そうですね。で、このアイテムを取れば、スピードアップ。スピードアップ。ミサイル。今、切り替えられるの？いや、手に入れ、あ、どうだろう。手に入れるたびに一個ずつ、カウンター、が進んでいって、そうそうどっかで押せばそれが使えるようになる。B ボタンで武器が使用可能。ダブルミサイル、今日上と下か。あ、でも、この先便利だよ、これ使う。あ、ほん、なるほど。画面上に対して強くなってますね、今、ダブルとか。あー、痛い。基本、結構縦方向が、まあ、初心的には結構厄介だからな。縦方向に行くレーザーとか取った方がいいんじゃない？これ、先まで進めて。あ、温存しろと。もう、先生、先生、先生。まあ、ここを突破できるか、できるかどうかの問題が一番でかい気もするけど。まあ、とりあえず、まあ、回避重視でいく。そうだね。スコア。あ、そうか。スピードアップも取ったらビート使わないと。あ、え？これ、早くなってる。で、多分、リセットというか、死んだからリセットあ、なんじゃそうないか。ですか。えっ！ くしゃみしてる場合じゃなし。でも、きちんとスタートをして止める あたりね。偉いね。さあ、できる限り無駄な戦闘は避けたいが、敵を倒さないとアイテムが取れないという。まあ、そういう、ああ、うん。ちょっとやらして、やらして、やらして。ちなみに、シューティングゲーム歴は？ないです。ないんかない。です。星のカービィのシューティングステージはよくやるけど。めっちゃお手軽なやつやるっけ。めっちゃお手軽、あれ。タイマーとか、そういうのやってる人は困るかな。ないね。あれ、まあ、あれ特質ってちょっと当てにならない。これちょっと違う。東方が例えたし、引きも危険に出すとちょっとしてはすやごい正しいと思う。レーザー、レーザー行きましょう。レーザー、レーザー。レーザー貫通で強いっすよ。あ、貫通か。最初にやった時よりこのアイテムの出がいい気がするんだけど、確かに。レーザーも早い。宇宙戦列。やっぱりレーザー強いっすよ。ここに睨んで。でも何か、もはやここら辺まで来ると回避のスキルの問題な気がするんだよな。移動速度がやっぱりちょっとあれなんで、スピードアップに使いましょうか。スピードアップしてるんで、使ったんですよ。してるはずなんですよね、これ。でもあんま変わんないっすよ。ちょっと速くなってる気がする。わかんねえな。説明書も読まずにやってるから。大丈夫。自分が満足すればそれで OK だ。いや、でも、ハモさんいいっすね。レーザー強いっすよ。レーザーのおかげだよ、これ多分。てか、グラディウスやったことある人、あるのに。あるのにね。あ、下の負けでしたよ。あ、下のスポナーも倒せんの？スポナーって多分、マイクラ風に言ったけど、敵出してくる装置も。あー。スピードアップ。なんだろう。ミサイルとか、次。はい。あれ、重ね掛けできます。重ね掛けできます。意外とその死ぬまでこれ残るんですか？ああ、だから要するに、死なずにどれだけ進めるかが鍵だよ。そうっすよ。死んだらこのありさまだ。でもこれ、途中まで行けば一応チェックポイント的なのもあるっぽいですよね。あるわ。そうですね。ミサイル取っとこう。下を倒せるのが強い。そうですね。いや、ぶっちゃけでも上が倒せないからな。そうね。ある意味なんか中途半端感がある。でも楽だね。また下を倒して。ああ、結構進みましたね。でもこれ敵さ、下より上の方が多くない？じゃあ次ダブル来れば。ああ、でも上は地面は這わない。這わないですね。勝ってほしいね。うわー、やばい。火山じゃ。なんでそれ先に言うてくれないかな。いや、本当に死にゲーです。まあ、シューティングってある意味そういうとこあるでしょ。覚え死にゲー？これミサイルってミサイル、あ、スピードアップだ、これ。スピードアップ。ミサイルのつもりでやったら。早い。早いもありがたいが。ぶっちゃけ、スピードアップ、初心者にとって操作が追いつかなくなるだけっていう。やっていいっすか？まだ生きてある。まだ生きてある。これ、キス表示どこにあるの？下じゃね？でも、下のなんか、なんだ、青いマーク。紫。じゃあ、まだ一回死んでも大丈夫。HP の左側。多分、でもこれが最後の1ってとこなんじゃない？あ、そういう簡単か。わかんない。残機なのか、現状の機をこれ含むのかわかんないから。
りあえず下はこれで連打すれば完璧に処理、うん、あとダブル欲しいな、ダブル。そしてここでは、うん。あ、上は、あ、ちょっとお前さ、なんだ。アンチじゃない。あ、ゲームオーバー。ゲームオーバーです。はい。僕、はい、ボクトフォルスのプレイの分。無理だと思う。頑張って生きてくれ。どうだろう。これ、コナミコマンド聞くんですかね、いわゆる。コナミコマンドと。何それ。あの、コナミを作ったゲーム。はい。で、大体聞くっていう、その、オープニング画面でいう、なんか裏技コマンドみたいなので、うん。そう、それをすると何が起きる？あの、要するにこの、特殊能力全部全部森の状態でスタートできる。ああ、イージーモードってやつ。で、コナミコマンドって、そのコナミ作ったゲーム、シューティングゲームとか、はい、まあその他のゲームをいっぱい、大体同じコマンドで通用するっていうんで、調べてみましょう。そこまで再現されてるのかね。でも結構なんかね、バグも再現されてるみたいな話聞いた、ね。あ、でも初出はこのグラディウスらしいっすよ。そうなんだ。ゲーム中にポーズボタンを押して一時停止。はい。上、上、下、下。上、上、下、下。左、右、左、右、B、A。左、右、左になってる。ちょっと待って。わかんわかんわかん。上、上、下、下、左、右、左、右、B、A。おお、ああ、来た、はははは。 EG モードが来ましたよ。強い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 。すげえ。でも俺の回避スキルがしょぼすぎて多分対応できないよ。なんこれ、だって、なんかガードあるぜ。バリアとオプションマシーンにミサイルがついてるんですね。これ、あれですか、あの、子供たちのために用意してくれたんですか？わかんないです、この見込みは。この見込みでも有名ですよ、バリア。あと上、ねえ、あともう一個、あれちょっとダブ取れば上も攻撃できます。ミサイルはあれ、オプションも落としてくれてるみたいですね。すごいな。楽だな。マジで楽だわ。取り締めた。それダブルで B ボタン押してほしい。おー、上にも弾が。いやー、これはすごいなぁ。ちょっと、地面に。万歳コースアウトで死ぬなよ。いや、下っ待って。上、上、下、下。上、下、下、下。あ、違う違う違う。向けして、はい、スタート。上、上、下、下。下、下。左、右、左、右。左、右。B、A。B、A。あれ？なんだ？もう一回。上、上、下、下。左、右。左、右。左、右。B、A。あ、ちょっと貸して。あ、これあれじゃない？一回、一プレイ一回じゃない？もしかして。あー。ほんとだ。続けよう。あ、いよいよ。もちろん、もちろん。あー。なんかすっげえもったいないことしたなぁ。あれですね。はい、調べたら初期状態、許されんの一回だけみたいなワンプレイ。何ですか。やはり、コナミコマンドが非常に弱いですね。俺のプレイスキルが残念すぎる。さっき、ゆとりモードで始めちゃったからね、逆になんかね。そうそうそう。やばいってなって、ボスまで行ったし、なんとかクリアしたいって時も押すべき。コナミコマンド。そうだね。久しぶりだから、これ背景じゃないの？しょうがないです。背景じゃないのかよ。いや、これ難しい。じゃあ、改めてフォローして、はい、最初はやってみたんですか？上、上、下、下、下、左、右、左、右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 、後ろの追尾なのあれ、オプションですね。自分と同じ弾を打ってくれます。あー、なるほど、なるほど。分身みたいなもんですね。ダブルを取ることによって、疑似的には 3way 攻撃もできる。なお、3連装。あと、レーザー取ればね。そうですね。かなり安泰してですよ。うら。うわ、これやばいぞ。強い強い強い。あ、でもよく分かる。あ、レーザーとダブル両立できないんですか？そうです。そうなんです。十分強いぐらい。パワープレイで取りに行く人はなくねえもん。あ、俺と同じことやったはい、この状態に戻ってしまいました。ここは自分の力でどうでしょう。言ったそうか。フォルス君斜め移動するやつめちゃくちゃ弱いですね。その死に傾向ってありますよね。めっちゃパワーアップしたところでさ、サーモンガツが
浜松氏が死んでるところって火山でさ、別に攻撃力が増しても特にどうしようもないんだよねっていう。そうですよ。だからあそこはもう実力で。怖い。そうさ、無駄にさ、動いてるの多分、意味ないよね。小刻みな動き。小刻みな上下の動きって。とりあえずなんか、なんか、クロートっぽく見せるっていう効果があります。明らかに、素人目に見てもなんか無駄感が半端なかったよ。危ない。ナイス。明らかに暗い影にいったよ。くくるのうまいっすね。ドッジボールの時はずっと見るって。関係あるのか知らないですけど。ドッジボールでね、小学生のドッジボールで当てに行くのは小学生の話だよ。よし、こんなもんにしときますか。知らねえが意外と。いや、でも結構ね、やっぱグラフィックス面白いわ。ポルス君は、はい、昔はどれぐらい進められた？いや、でも僕、スーパーファミコンのやつで、うん、割とでも、言うて、小5とか、あ、じゃあもっと小2とかの、親父のスーパーファミコンやってたんで。やった頃。でも、まあ、結果も行かなかったと思いますね。行かなかったんかい。まあ、昔はね、初期のステージを繰り返しやるだけでも楽しかった。そうですね。あれだね。子供の頃とか特にね。はい、やっぱ楽しいですね。面白いです、これは。昔のゲームって侮れませんよ、これは。まあ、とりあえずじゃあこんな感じで。はい、お疲れ様でした。